世界最強タッグ史上異色の公式戦が行われます。最強タッグ初参戦、新崎人生です。さあ北の大神奈川火の鳥はやぶさであります。去年の悔しさを今年の番にします。秋山純、去年負けたその悔しさを今年に晴らします。三沢ミスマル、30分一本勝負の公式戦で争われます。赤コーナーが三沢光晴、秋山純、そして背中が見えています青コーナー、マスクマンのはやぶさ、そしてその左側が新崎人生であります。世界最強タッグ決定リーグ戦30分一本勝負、去年この三沢秋山組は優勝決定戦で田植川田組に敗れまして優勝することができませんでした。今年はその同じコンビでの優勝を目指すこの三沢秋山の超世代軍であります。青コーナーははやぶさが先発を買って出ました。はやぶさ人生組は世界最強タッグ初参加になります。がっちりと組み合いました両者。押し込んでいったブルーのショートタイツの秋山純です。ここはクリーンに分かれました。押し込んでいったブルーのショートタイツが秋山、そして赤のコスチュームマスクマンのはやぶさであります。両者手を出し合います。リングの中央です。初参加のはやぶさ、そして新崎人生組はここまで木村泉田組に勝ったのみ1勝4敗勝ち点2となっています。一方の三沢秋山組は4勝1引き分け勝ち点9です。さあはやぶさが立ち上がって後ろに投げていった、スックと立ち上がったはやぶさです。このあたりの身の軽さ、身のこなしが身上でもあります。勝ち星の面では恵まれていないはやぶさ、新崎人生組でありますが、この最強タッグに新しい風を吹き込んでいることは間違いありません。はやぶさローブに飛ばしてショルダータックルは秋山、立ち上がったはやぶさドロップキック、足が綺麗に揃った。さあロープに飛んで飛びません、セカンドロープ回転して秋山を待ちます。まるで空を舞う鳥が木の枝に羽を休めた時のようなポーズ、セカンドロープに立ち上がりましたはやぶさです。秋山はちょっと出鼻をくじかれる格好になりました。この2人はタッグマッチでも日本武道館大会で対戦の経験があります。さあはやぶさから人生にタッチです。はやぶさが秋山の手を離して、さあ改めて仕切り直して秋山と人生です。7月25日日本武道館大会で全日マットデビューを果たしました新崎人生です。その時には秋山そして長谷組と対戦しています。徳島市出身の30まもなく1歳になります。新崎人生がニュートラルコーナーに秋山を押し込んで地獄突き、目にも止まらぬ速さで打っていきます新崎です。この辺りは気の強い秋山ですが、ちょっと出方を伺っているんでしょうか。秋山にしては静かな立ち上がりです。この中では180センチ、108キロと最も軽い新崎ですが、そのビルドアップされた体は大したものがあります。さあショルダータックル、まずは新崎人生が名刺代わりのショルダータックルを見せました。秋山がこの人生の出方を伺っています。頭のあたりを抑え込んでグラウンドの体勢、腕をひねっていったのが秋山です。
さあ赤コーナーは秋山から三沢にタッチです。三沢秋山組での最強タッグは去年に続いて2回目。8勝3敗1引き分けで去年は2位に終わっています。さあ三沢がこの新崎人生との距離を取っています。そう簡単には組み合いません。ニュートラルコーナーを背にした新崎、一呼吸を置きます。体格の面では圧倒的に三沢の方が優位です。新崎が三沢を押し込んで、さあ地獄好き、おっとさあ足を掴んで、おっと人生を場外に放り投げた。三沢もこの辺りは動きをよく見ています。異色の対決となっている公式戦、三沢秋山組対はやぶさ人生組、立ち上がりは静かなものになっています。三沢のエルボーが人生の背中を捉えています。地獄突き、速い素早い攻撃を見せます人生です。トップロープのリバウンドを利用してエルボーを落としていきました。はやぶさ、三沢の左の腕をひねってアームロックに入ります。このはやぶさは今年の4月2日大阪大会で全日マット初出場を果たしています。9月6日日本武道館大会では念願の小橋戦後もタッグマッチながら実現させています。そして9月28日の後楽園ホール大会では今対戦している三沢と初めてタッグも結成しました。今日は両軍分かれての三沢はやぶさの対戦です。三沢のエルボーがいつにも増して重量感があります。自らロープに飛んだ、巻き投げていったはやぶさ、よく見ていますはやぶさです。ここまで勝ち星には恵まれていないはやぶさ人生組ですが、この最強タッグという舞台を通してまた一つ大きくなることは間違いないでしょう。腕ひしぎ逆十字の体勢、そこからアームロックに取っています。三沢が立ち上がりました。リングの中央です。まずはオーソドックスなグラウンドの展開に持っていこうというはやぶさ。今日はこれまで全日マットで出したことのない技をいくつか試してみようということを試合前に話しています。三沢の左の腕、肩のあたりを攻め込んでいます。赤のロングタイツのはやぶさです。はやぶさ、そして新崎人生組にはスピード感があります。そして全日マットのレスラーがあまり経験したことのない意表をつく技、そういったもので活路を見出していきたいところです。さあはやぶさが人生とタッチ、まずは三沢の左の腕のあたりに攻撃の的を絞りました。あーっとしかしエルボー1発2発ですぐさまこの形勢を逆転します。三沢ロープに飛ばしてドロップキック、さあ三沢自らロープに飛んだ、場外には人生、1回転してリングの中に戻ります。人生がさあ三沢の腕を掴んで、さあひねっていく、なんと大胆的に赤コーナー、赤コーナー拝み当たった、拝み当たった、秋山場外に蹴散らされた、三沢が拝み渡られている、なんとなんとリングに集荷、ブレーンチョップ返して諦めに行った三沢、この辺り打っている、わあストック、成人性の拍手が起こります。なんとなんと三沢が自身の赤コーナーを使って拝み渡られました。三沢ボディスラム、セカンドロープのリバウンドを利用してボディープレス、カバーに入った、足がサードロープにかかります。まずは見せていったのが新崎人生です。リングをおよそ半周したあの拝み当たりを見せました。そしてリングの中央、三沢が腰を落として現在人生が頸動脈のあたりでしょうか、ぐっと首筋のあたりを絞り上げています。
早草、立ち上がりは早草、そして人生組がペースを握っています。世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦の30分一本勝負です。ここまで三沢秋山組が4勝1引き分けの 8.9、 現時点で2位という位置につけています。三沢個人の優勝回数で見ますと4回です。今大会出場のメンバーの中ではハンセンと並んで最多回数を誇ります。さあギラチング落としていった。この辺りは全く三沢にも気後れしておりません。今回三沢秋山組が優勝しますと、三沢はジャンボ鶴田の5回と並ぶ個人最多タイの優勝記録になります。かつては川田、そしてかつては小橋を率いて4連覇を達成したこともあります三沢です。今回もその長世代軍の若手秋山を引き連れて優勝ということになりますと、個人最多タイ記録の5回の優勝になります三沢。その三沢がハヤブサ人生に現時点では攻め込まれています。エルボー、中低音のエルボーが響きます。ここは冷静に秋山にタッチです。10分が経過しました。30分一本勝負の公式戦です。秋山のエルボー、ニュートラルコーナーにハヤブサを振って振り返された。おっとジャンピングに勢い余ってハヤブサ場外、さあベースクラッシャー、トップロープのリバウンドを利用してのフェースクラッシャーです。今日はこのハヤブサが北の大地に舞うことがあるんでしょうか。新しい技も考えているというハヤブサ。水車落としの対戦になりました秋山。さあ抱え上げて、軽量のハヤブサを抱え上げた。おっとドリルホールパイルドライバー、オーソドックスな技を見せました秋山。この中では106キロというのは一番軽量のハヤブサです。ジャンピング、鋭角に入った。さあハヤブサを鉄柵に振って振り返された秋山。ハヤブサにも意地があります。さあ場外だ、キックを見舞っていきます。秋山が勢い余って客席にまで飛び込んでしまいました。その秋山をリングの中に戻しますハヤブサです。カバーに入った。さあ青コーナーは新崎人生です。ボディースラム、セカンドロープ、リバウンドを利用してのボディープレスは串刺し、オンドリ打って倒れます新崎人生。さあ赤コーナーは三沢先頭。この三沢をもってしても今日の試合では重量感があります。それだけにハヤブサ、そして新崎は軽量の選手です。スピンキック、何か違った次の一手を出したいハヤブサ新崎。赤コーナー三沢、そして秋山、この辺りはクリーンにタッチしていきます。秋山ロープに振った。おっとキッチンシンク、鍛え上げられた新崎のボディのあたりではありますが、うずくまるような形でリングに倒れていきました。エルボー、新崎人生が捕まりつつあります。さあさあいくか、おっとストマックのあたり、エクスプロイダーの体勢からそのままお腹を膝のあたりに打ちつけていきました秋山。赤コーナーはやはりタックの連携がスムーズにいっています。去年三沢秋山組で初出場して残念ながら2位という結果に終わりました。今年はその三沢秋山で9月の6日には三冠戦も行っています。今年はタッグでの輝かしい戦歴というのはあまりない三沢秋山ではありますが、シングル戦線で各々が実力をアップさせてきていることは間違いありません。新崎人生が捕まっています。三沢から秋山にタッチです。
青コーナーで控えるハヤブサはなかなか出番がありません。新崎一人が捕まっている時間が非常に長くなっています。去年秋山は優勝を逃してすごく悔しい思いをしたと話しています。あっと、エンディのあたり背中でしょうか。さあ、ようやく新崎からハヤブサにタッチです。トップロープから、あっと、エルモー、ハヤブサが空を飛んでいます。さあ、ロープに振ってニールキック、対空時間の長いニールキック。さあ、足を抱え上げて落とした、垂直落下式に落としていきました。ちょっと一瞬意識が飛んだのかもしれません。反応がやや遅れた秋山、ニュートラルコーナーに振った、足が待っていた。さあ、どうする秋山、わーっとジャンピングに一人バックドロップの早草。さあ、赤コーナー三沢ダイビングエルボー、新崎を蹴散らした。早草が捕まっています。勝負タイムは15分も過ぎています。三沢ラリアット、巻きつきラリアット、早草なんとか2で返します。さあ、いきなり持っていくか、タイガードラム対戦は早草が取った。カットしていきました。バックに待った早草、ジャーマンスープレックスホールド、なんとか2で返します。しかし高く抱え上げたジャーマンです。三沢が攻められています。コーナー、おっと、バックスタイナー、体勢を切り替えた早草。さあ、青コーナートップには新崎人生、拝んだ、飛んだ、カバーに入ります。すでに15分が経過しています。30分日本勝負の公式戦です。さあ、まずは早草、そして人生がいい落としていきます。今度はセカンドロープで早草、早草が反っていった。さあ、青コーナートップは人生、オガンダ、またオガンダ飛んでぶつけた、なんとかクリアします。流れるような連携を見せました、早草新崎。しかし、ここからが全日マットの戦いになります。さあ、これは念仏パワーボーの体勢、抱え上げた、抱え上げて、ひねった三沢、エルボー、三冠チャンピオンのエルボーです。三沢、そして秋山、飛んだ、エルボー、秋山振ってエルボー、ノーザンライトスープレックス。人生がなんとかカバーを返していきました。三沢、秋山組の攻撃にはどことなく余裕が感じられます。一方の人生、そして早草はもう1点が欲しい。さあ、トップから早草がトップ、おっと、これはなんだ、これはなんだ、一回転して秋山の側面を蹴っていった。秋山の側頭部のあたり、人生一回転のハイキック、まさに意表を突く攻撃。おっと、ロスキック、三沢をカット、早草が三沢を場外にエルボーで落としていきました。ちょっと秋山は意識が飛んでいるかもしれません。リングの中は早草、そして秋山、さあ、輝いた、輝いた、バルコンなど、しかし三沢がカットに入ります。さあ、人生トップ、人生、
フェニックススプラッシュか。さあ人生が終わった。念仏ポーズ。さあそして待っているか。さあ来るか。フェニックスポット。フェニックスポット。リサが勝った。リサが勝った。ライブクト。あった。これリサ不敗だ。さあこれあーっとエルボースイジーだ。エルボースイジーだ。場外の深刻にエルボースイジーだ。20分を経過しています。両軍もうこれは取り当たった試合。エルボー、早草のエルボー、バックに回った、バックに回った。あーっとさあカバーに入った。投げ技、飛び技には飛び技。三沢が新崎を場外で抑えている。さあ秋山がニュートラルコーナー背を向けている早草。エルボー後頭部にエルボー一発ダイレクトに決まった。3つ入ってない。早草がリングの中一人、人生は立ち上がれるか。さあ、いった、いった、さあ、投げていった、投げていった。これで決めるか。あーっと、上がった、上がりました。秋山のエクスプロイダーをかわした早草。場外では三沢が人生を再三蹴散らしています。あーっと、ければ2発目エクスプロイダーで最後は去年の2位の意地を見せました三沢秋山。初参加の早草新崎、三沢秋山をここまで苦しめるとは誰が想像したでありましょうか。三沢秋山組はこれで勝ち点11、5勝1引き分けとなっています。あと1勝、あと一歩が遠い早草人生ですが、思う存分の技を披露しました。フェニックススプラッシュ、そして三角飛びケブラーダも披露しました。はやぶさ持てる技、持てる力を存分に披露しましたが、三沢秋山の牙城を崩すことはできませんでした。三沢秋山組が勝ちまして、これで5勝1引き分けの勝ち点11となっています。優勝戦線に大きく踏みとどまりました三沢秋山。リングの中では早草、そして新崎がガッチリと握手を交わしています。二人は両軍納得できるものがあったんでしょう。人生は三沢ともガッチリ握手を交わしています。公式戦30分日本勝負、三沢秋山組対早草人生組は三沢秋山組が勝利を収めて、これで5勝1引き分け勝ち点11となっています。リングの中では引き上げる三沢秋山に対しまして人生が拝んでいます。